はい、皆さん、おはようございます、はい。今日は雨ですね。結構降ってます。夕方ぐらいから台風が接近するみたいなんで、えー、皆様、帰り、帰宅時間とかですね、お気をつけください。傘を忘れずに、えー、行きましょう。私はですね、今日はこの後、昼練がありまして、えー、夕方は病院への定期健診。 に行ってまいります、はい、昨日ですね、夜、卓球男女混合ダブルスありましたね。見事金メダル、えー、取りました、えー。普段見ないんですけど、卓球は。さすがに昨日の決勝戦はね、もう釘付けになって、相当興奮しましたね。すごかったです。私は高校1年の時にですね、1年間だけあのガチで卓球部に 所属ししてていたことがありましてですね卓球の難しさをすごく分かってますまあその後いろいろあって柔道部に移籍するんですけども卓球ってねものすごくこうみんなが思ってるより奥が深くてですねなんかそのラケットとかも種類があったりねあとなんかそのラバーの張り方とかいろいろあるんですよさらにねこう 普通に打ってるように見えますけどあのボールにねみんな回転をかけてるんですねカーブとかあとこう打ち返したら変な方向にこう曲がっちゃうカーブのかけ方とかいろいろあってですねあのみんなが思っているよりめちゃくちゃ奥が深くてめちゃくちゃ難しい競技なんですよだから昨日見ててすごいなと思いましたしかも中国ってめちゃくちゃ強くてあの本当卓球大国で その中国にしっかりと勝って金メダル取った水谷、伊藤ペアは素晴らしかったなと思っております。まあ、競技は違うんですけど、なんかこう、やっぱ見ててワクワクしてきましたね。ワクワクというか、すごいやる気が出ました。えー、まあ、この、いろいろ落ち着いたら、いずれ外人選手が出てきてね、その選手たちと、 まあ、日本人選手で戦えればいいかなとか思いながら見たりしておりました。はい。では皆様、今日も一日、清く、正しく、ほがらかにたくましく生きていきましょう。ありがとうございます。感謝いたします。今日も頑張りましょう。